梅毒は感染後に異なるステージを経て進行する性感染症で、特に早期段階では症状が誤認識されたり見逃されたりすることがあります。これが治療されずに進行すると、数年から数十年後に悪影響が現れる可能性があります。一般的な進行は次のようになります。初期梅毒、感染後約3週間から90日後に患者は高血、硬く、無痛の皮膚の塊を発症します。これは感染部位に現れ、その後数週間で自然に消えます。無痛性のため気づかれずに経過することも多いです。二次梅毒、初期梅毒の数週間から数ヶ月後に現れ、皮膚の発疹、頭痛、疲労感、リンパ節の腫れなどの症状が現れます。潜伏梅毒、これは初期と二次梅毒の症状が消え、特に症状が見られない期間です。この段階では血液検査はまだ梅毒を示す可能性がありますが、患者は症状を感じません。後期梅毒、梅毒が治療されない場合、感染後10から30年後に神経系の深刻な障害を引き起こす可能性があります。これには認知障害、精神障害、視覚障害、心臓病、そしてその他の神経症状が含まれます。この状態は未治療の梅毒患者の約 15から40% に影響を及ぼすとされています。したがってある人がアルツハイマー型認知症と診断され、後に梅毒と判明するという事態は、それが後期梅毒の結果である可能性があります。こういった症状が現れると、特に高齢の患者では他の認知症と誤診される可能性があります。当院では梅毒の検査に TPHA と RPR の2つの検査を行っています。 TPHA は牛の赤血球を梅毒菌の抗原で皮膚し検体と反応させます。検体内に梅毒に対する抗体があれば、それに結合して凝集反応、つまり血球が塊を作る反応を引き起こします。問題点は TPHA は生物学的陽性という現象を引き起こす可能性があることです。これは検査では陽性と判定するが、実際には患者が梅毒に感染していないという状況を指します。これは一部の人々で見られ、様々な理由で起こり得ます。生物学的陽性の原因としては以下のようなものがあります。他の感染症、特定のバクテリアやウイルスの感染が生物学的陽性を引き起こすことがあります。これには風邪やインフルエンザなどの一般的な感染症から HIV やリウマチ熱などのより深刻な病気までが含まれます。自己免疫疾患、ルーピスやリウマチなどの自己免疫疾患は、体が自己の組織を攻撃することにより生物学的偽陽性を引き起こす可能性があります。妊娠中の女性は生物学的偽陽性を示す可能性があります。高齢者は明らかな理由なく生物学的偽陽性を示す可能性があります。RPR テストは既得意的な試験で、体が梅毒に反応して生産した抗体を検出し、感染の進行度や治療の効果をモニタリングするために用いられます。つまり感染から時間が経過し治療が進行すると、 RPR タイター抗体の濃度は下がるはずです。したがって RPR が高いまたは増加している場合、それは進行中の感染を示す可能性があり、治療が必要であることを示しています。TPHA テストは感染後長期間陽性のままとなり、感染が過去に存在したことを示しますが、治療が必要かどうかを示すものではありません。したがって両方のテストが陽性である場合、現在の進行中の感染と過去の感染の両方の可能性が示されます。そのため臨床的な評価と患者の症状を考慮に入れて治療が必要かどうかを判断します。梅毒が認知機能を低下させるメカニズムは神経梅毒の一環として理解することができます。神経梅毒はどのステージでも起きえますが、感染初期に症状に気づかれず感染が長期にわたった後期梅毒で問題になります。神経梅毒は梅毒菌トレポネーマパリドゥムが神経系に感染した結果発生します。神経梅毒は大きく分けて2つの主要な形態があります。髄膜血管梅毒、梅毒の感染初期段階、通常は感染後数年以内に発症することが多いです。この形態では菌が脳や脊髄の血管に感染し、神経炎や血管炎を引き起こします。これにより患者は頭痛、めまい、行動の変化、視覚障害などの神経学的症状を示すことがあります。晩期神経梅毒、麻痺性認知症、これは感染から数十年後、通常は15から20年以上後に発症することが多いです。この段階では梅毒菌が脳自体を侵害し、神経細胞の損傷と機能低下を引き起こします。これにより認知機能の低下、精神的な変化、運動調整能力の問題、眼球の異常な動き、眼振、さらには精神病的な症状などが引き起こされます。
これらの症状が進行すると歩行困難や失語症などの運動機能の低下につながります。両方とも神経梅毒というカテゴリーに含まれますが、その発症のタイミング、症状の特性、進行の速度などが異なります。神経梅毒の診断と治療は早期に行うことが非常に重要です。梅毒の神経学的影響は症状の現れ方や進行速度に非常に大きなバリエーションがあります。特に梅毒による認知障害は進行が緩やかで、それがアルツハイマー病などの他の認知症と間違われることがあります。晩期神経梅毒は感染から数年から数十年後に発症します。初期の症状はしばしば人食い的で、不安、鬱、気分の変動、集中力の低下、人格の変化などといった形で現れます。これらの症状は他の精神的疾患やアルツハイマー型認知症などの神経変性疾患と類似しているため、特定は困難であることが多いです。病状が進行すると認知能力の低下が明らかになり、言語能力や運動能力が失われ、感覚異常や失調が現れることがあります。これらの症状もまたアルツハイマー型認知症などの他の神経変性疾患と類似しています。このため晩期神経梅毒はしばしば他の疾患と誤診されます。しかし他の疾患と異なり、適切な抗生物質治療により回復する可能性があるため、早期診断と適切な治療が非常に重要です。